ヨーロッパクラブチャンピオンシップ、欧州で最も権威のあるこの大会は全16チームが決勝トーナメントに駒を進めてきました。ここからはホーム&アウェイのノックアウト方式になります。今日はその1回戦ファーストレグ、このゲームはラツィオのホーム、ローマオリンピコで行われます。スタンドには詰めかけたラツィアーレが声援を送っています。この時間はラツィオ対 DSV、 こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日の注目選手一人挙げてください。インモービルですね。エリア内での勝負強さを持ってますよね。チャンスボールをきっちり決める技術もありますし、ガイドの形も上手いですよね。ゴール前での存在感大きいですよね。はい、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手と言えるでしょう。キックオフです。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ決勝トーナメント初戦、ラツィオ対 DSV。 まずこう勝負にこだわっていくとちょっとしたこう慌ても出ますからね、そういった中この立ち上がりどれだけコントロールができるかですよね、はい、気持ちは燃えながらも頭の中クールにいなければいけないというところですよね。その辺のね、心のマネージメントってその辺も必要になりますよね。そうですね。フェリピ・アンデルソン右サイド上がっていきます。DSB が結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね、うん、中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどね。なるほど、確かにサイドの人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、うん、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね、うん、攻める側としてはあえて流れた選手をおとりに使って他の選手が中に入っていくのも面白いと思いますけどね、うん、はい、お互いの動きをどう読むかがこれまたポイントになりますね。そうですね。ルイス・アルベルト、スルーパスを狙う。うまいですね。クロスが入る。これは直接キーパーへ。ロマニオーリ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。スペースを狙う。こぼれてますよ。スルーパスを出す。ウィボールだ。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。先制ゴールが決まりました。1対0。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、ルーク・デヨングからのパス、裏を狙う、シュートレンジです。クリアです。サイドを使いますと、どうしたんでしょう。
ダニロ・カタルディ、ロマニオール。ラッツィオとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。浜田、スルーパス。さあコーナーキック、ラッツィオ。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ラッツィオクリア。このピンチをなんとか脱します。オフサイドです。大きく前線に入れます。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半を1対0、ラツィオ先制してそのままリードで折り返しました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたよね。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ決勝トーナメント1回戦ファーストレグ、ラツィオ対 PSV。 ラツィオが1点を先制して後半を迎えます。後半です。ラッツィオとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところでしょう ねボールが上がる。ラッツィオここクリアで難を逃れます。アダム・マルシッチ、フェリピ・アンデルソン、インモービレ。インモービレから左サイド、鎌田、サイドを縦に走らせます。裏へ届くか、ここ拾って次につなげたい。 ESV中央へ折り返す。止めた。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。シュート。ラツィオは2本目のコーナー、 DSB アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。大きく縦へ、トルガン・アザール、どう組み立てる。鎌田、ジョーダン・テゼ、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。裏を狙っていきます。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。 DSB はこれで交代枠を全て使い切りました。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。裏へのスルーパス、行きましたよ。自分で行く、クロス合わせてくるか、再びクロス。 ESB ここは大きくクリア。危険なシーンでした。ここでプレーです。
ホームゲームを確実にものにしました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。ラツィオとしては結果としてうまく逃げ切った形になりましたね。ただ折り返した時点でまだ1点差でしたから、逃げ切ろうという意図はなかったと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。緊張を余儀なくされるという展開、今後の展開目が離せません。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップ決勝トーナメント初戦、ラツィオ初戦をものにしました。